岸田総理は今般内閣改造を行うことといたたししました内閣官房長官につきましては、引き続き私が担うこととなりました。併せて沖縄基地負担軽減および拉致問題を担当いたします。どうぞよろしくお願いをいたします。内閣総理大臣、岸田文雄総務大臣、鈴木淳二法務大臣、小泉 外務大臣、上川陽子財務大臣内閣府特命担当大臣金融デフレ脱却担当鈴木俊一留任文部科学大臣森山正人厚生労働大臣武見慶三参議院 農林水産大臣、宮下一郎、経済産業大臣、原子力経済被害担当、GX 実行推進担当、産業競争力担当、ロシア経済分野協力担当、内閣府特命担当大臣、原子力損害賠償、廃炉等支援機構、 西村康留任、国土交通大臣水循環政策担当国際園芸博覧会担当斉藤鉄夫留任公明党環境大臣内閣府特命担当大臣原子力防災伊藤慎太郎 防衛大臣、木原稔内閣官房長官沖縄基地負担軽減担当拉致問題担当、松野博一留任デジタル大臣デジタル行財政改革担当デジタル田園都市国家構想担当行政改革担当国家公務員制度担当 内閣府特命担当大臣、規制改革、河野太郎留任、復興大臣、福島原発事故再生総括担当、土屋信子、国家公安委員,委員会委員長、国土強靭化担当、領土問題担当、内閣府特命担当大臣、 防災・海洋政策松村義文参議院内閣府特命担当大臣子ども政策少子化対策若者活躍男女共同参画女性活躍担当共生社会担当孤独・孤立対策担当加藤鮎子 経済再生担当新しい資本主義担当スタートアップ担当感染症危機管理担当全世代型社会保障改革担当内閣府特命担当大臣経済財政政策新藤義孝経済安全保障担当内閣府特命担当大臣 クールジャパン戦略、知的財産戦略、科学技術政策、宇宙政策、経済安全保障、高市早苗留任、内閣府特命担当大臣、沖縄及び北方対策、消費者及び食品安全、地方創生、アイヌ施策、国際博覧会担当、 地味花子参議院。